でございいます。調子が教えてくれない営業のコツ、今日は今までなかったサービスを世の中に広める営業方法ということで、えっとまあ、要は完全度新規の競合他社がいないサービスを開発したときに、まあ、どうやって営業していけばいいのかということでご相談をいただいております。で 結論はでですすね、ね。身内から売るっていうことをです、ね、あの要はあの今回ご相談いただいた商材っていうのが、まあ、マーケットがなくてで、まあ、本当に土芯器で自分から作っていこうという、まあ、市場を作っていこうということをやっていった時にあの考えなきゃいけないことっていうのはまずは何でそもそもそういったサービスがなかったのか っていうことなわけですよでなんでそういうサービスがなかったのか、まあ、これだけ人日本人がいてですよで。海外を含めて参入がバンバンできる中で、今自分が考えている商材とかサービスが、まあ、考えなきゃいけないのは、まあ、なんでなかったのかっていうことと、本当にないのかっていう、この2つですねで。先に本当にないのかっていうことなんですが、本当にないっていうことは、あの要は他で何か代替できているものがあったりとか、 代わりに解決できる手段があるからないっていう発想とまあ、本当はもう元々必要がない可能性もあるんじゃないか。っていうことをまあ疑ってかかんなきゃいけないということですね。でまあ、そういった本当に新しくて、マーケットを自分で作っていかな。きゃいけない時の営業っていうのは誰かに営業をしてもらうとか拡散をしてもらうっていう。風に発想を持ちがちな人と結構多いんですけど、それって完全 ng な行動でマーケットがないっていうことは、要はお客さん側からすれば認知されてない。認識がされてないものを第三者の誰。かが売 売ることはででで。きなないいんんすよ。伝え方を知らないんでただ、簡単に売れるものって何かっていうと、もうみんなが使ってるようなものを、まあ、新しくとかに似たものなんですって言ってくるのが一番早いわけですよ。例えばじゃあ SNS、じゃあ LINE がありますと。で、じゃあ LINE と似たツールって営業しやすいはず、営業というか紹介はしやすいんですよね。なぜか LINE と似たサービスやってるんだけど、どうみたいな話で説明がしやすいからなんですよ。 なので、モデルとなる商材であったりサービスがある時はこれと似たような商材があるんだけどどうみたいな形で第三者でも簡単に説明ができる。なんでかっていうとその商材の説明を受ける規定が既に想像できる商材だから。 ですね、ただ真新しい商材になってしまう完全に新規の商材になってしまうとそうやった説明をするっていうことが受け手の情報がない受け手がそういうことを知らない状態で初めて話を聞くわけなのでイメージができなくて第三者が売るっていうことが難しいんですよなので自分で作った人が自分の周りの人にまず売っていくでそこで事例を集める声を聞いていくみたいなことをやりながら、まあ、商品開発と営業をやっていくでそこから徐々に広げていくみたいな形の進め方がまあ一番最初 もうゼロから1の商材を作るときっていうのは大事かなというところです。本当に繰り返しにやりがちなことっていうのが。 1>, 1から10とか10から100の広げ方で最初から営業しようとしがちなんですけど01の商材の営業っていうのはまずは自分の周りから自分のコミュニケーションを取れる範囲の人からまずは営業をかけていくでそこから徐々に広げていきながら次に仕掛けとしてマーケットを広げて広告を出すとか認知を広げていくってアクションが大事になるので現段階では認知を広げるってアクションよりはまずは身内の周りの人たちにまずしっかり買ってもらえるコミュニケーションの取り方とか売り方みたいなことを開発するっていうことも意識いただいて営業活動頑張って いただくべきかなと思っておりますということで今日は01、まあ、今までなかったサービスを世の中に広める営業方法についてご質問いただいたのでお答えさせていただきました今日の動画参考になったら勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです本日は以上です